ロシアのケット人男性ロシア人の歴史的記録によるエニセイ語族の分布。エニセイ系民族、エニセイ人はエニセイ語族の言語を話すシベリアの民族集団である。歴史的には中央シベリアと北モンゴル全体にエニセイ系民族が存在していた証拠があるが今日生き残っているのはケット人だけである。現代のケット人は シベリア北部のエニセ側の東中部に沿って住んでいる。2010年の国勢調査によると、ロシアには1220人のケット人が住んでいる。エニセイ古族のデータに基づくと、エニセイ古族はサヤンサンムヤク周辺とバイカルコの南端に起源を持っている。エニセイ系民族の基地の歴史的分布からは、エニセイ系民族は北方への移住した可能性が高いと考えられており、 現代のケット人は、エニセイ系民族の分布拡大の最北端とされる。この移住は、郷土連合の崩壊の結果として起こった可能性があり、アレキサンダー・ボビンによれば、強度には、エニセイ語族の言語を話す支配階級のエリート層が、いた可能性が高い。中国で、あとを樹立した、郷土の支部であるケツは、言語学的及び、民族地理学的データに裏付けられているように、 起源は、チュルク系民族ではなく、エニセイ系民族であった可能性が高い。でネエニセイ語族の提案により、エニセイ語族は、アメリカ先住民の言語、特に、アサバスカ諸語と結びつくとされている。エニセイ系民族は、ベーリング地境から中央シベリアへの逆移住を、表していることが示唆されている。ありがとうございます。